モデルのリホちゃんに来ていただいております。3週連続で、春のリホ祭りっていうのをやるのでそれではね、最後結果発表したいなと思います。リホちゃんが選ぶ第1位こちら、本日はですね、女子受けの悪いショーツが何かっていうのをしていきたいなと思います。ということで、隣にはですね、モデルのリホちゃんに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。2年ぶりぐらいですかね。そうですね、はい、そのぐらいかな。とうとう同じ画面に今映っていただいてて前回はズームで出ていただいたんですけど、うん、もうその時の評判が良すぎたから、もういやあのリホちゃんまだですか、リホちゃんまだですかって言われたから、もうそうやったらオフィス呼んじゃいっていうことで、ちょっとお持ち帰りさせていただきました。いやありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。で今日はね、何するかっていうと、そのまあリホちゃん今回、撮影するにあたって勉強しないでって言ってるんですよ。ブランドの名前とか、うん、機能面とか、うん、以前なんか米軍で使ってるって言ったら、それはあの銃通さないんですかっていう話してたぐらい、まあ基本的にあんまそういう機能とかは分からへんけども、モデルさんとかそういう洋服に関してはそのね、見る知識とかはあったりすると思うので、うん、あこれ似合ってる似合ってないとかっていうのを、女子目線から見て、この白 T 着た時のショーツって男迷うんですよ。だから何がいいのか、リオさんから見て何がいいのかね。だから好きな放題言ってください、はい、でブランド名もリオさんに一切言いません、うん、だから特定のブランドをディスってるわけでもないし、特定の何かをディスってるわけでもないので、はい、安心してね、言っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それではですね、まずはですね、もうどんどん僕着用していきたいなと思うので、うん、ここで、ね、生着替えしていきますでリオさんがもうモニター見たら僕のパンツ映ってますのでね、はい、その時はまた向こう向いてもらえたらなと思いますので、はい、まずはじゃあ、早速履いていきたいなと思いますので、うん、ちょっと履いていきます。はい、すいません、お待たせしました。はい、じゃあまずはね、この黄色の、ショーツ履いてみました。はい、まあ、いかがでしょうか。嫌ではないです。まあ普通かなみたいな、うん、普通無難、まあ、良くもないし悪くもないしみたいな、うん、っていうことはやっぱ明るめの色がちょっと微妙なんかな、このっぽく見える、うん、夏っていう季節感を考えたら別に、うん、これで日焼けしてたらね、そう、なんか別に黄色はおかしくないけど私は着ないかなみたいな。なるほどなるほど。これ彼氏とかデートした男の人が履いてたりしたら、あ海にカフェ行くとかやったらまだいい。そうですね、でも黄色じゃない方がいいんじゃないって言うかもしれない。あ、なるほどなるほど。素直な意見で素晴らしいですね。すいません、いやいや、めちゃくちゃいい。じゃあ次はね、もうちょっと落ち着いた色味、うん、こんな感じの色味いきたいなと思うので、うん、次この、パンツ生着替えします。はい、次は、色がちょっと抑えられてて、さらに丈もちょっと長なってます、うんうんうん、でこんな感じはどうでしょうか。色は OK、うん、だけど丈は別にさっきぐらい短くてもいける、私はよかった。拓造さんには似合ってたかなって思います。別にじゃあ丈に関してはこれのサイズでももうちょっと短くても、まあ、どっちでもいいってこと、うん、でもこれでもこれは無難って感じです。無難な感じです、はい、でもうちょっとさっきの短めになった方がなんかすっきりしてるっていうか似合ってる気がします。背高いからですかね。 ありがとうございます。見ていただいて、とんでもないです。色味としてはまあ落ち着いて無難な感じ、はい、そうですね、無難って感じ。良くもなく悪くもなく、はい、だけどいいよ、その感じがいいんで確かにその通りやね。でも男性的には結構人気あるやつ、ね、多分そうだなと思います、うん、男人好きそう。そう、好きそうです、うん、でも女子あんまり普通。いや、でも嫌いじゃないと思う。じゃあちなみにこの中でパッと今見てるだけで気になるやつ、そう、この後どうせ履くから。でも私も選ぶんだったらこの色なんですけど、うん、短いのを履くと思います。短いのっていうのはなんか短く、丈がこんな長かったら着ないかも。あ、これ、うん、自分が女子だったら。あ、自分が女子だったら違う男が履くから、これ男が履くんですね。そっか、うん、だから彼氏とか、彼氏、今後の旦那さんとか、うん、あとまあもしくは不倫相手とか履くとなった場合はでもこれとかさらっと流された、はいはい、これあ、なるほど、こういう感じ。モスグリーンとかもいいし、うんうんうん、こんな感じかな。じゃあ一回次これ履いてみていいですか。はい、どうぞ。はい、チャックも今閉めたんで大丈夫ですよはい、こんな感じです。あー、なるほど、着た感じちょっと違いますね。でも、うん、見てる感じはまたちょっと違う、うん、でもいいと思います。これはどんな感じ、パッて履いてみたら。実はこれまあ全然関係ない話なんけど、釣り具メーカーのショーツなんです。そうなんだ。だからポケットとかいっぱいあったりするので、機能面でちょっとまあリップね、今日もつけてたけど、うん、リップ俺持っとくわ、リホーとかキュンとか、うんうん、ならない。何ですかリップ持ってるから、はい、リップ俺がここに入れといてあるわって、うん、あ、したら入れてってなるかもしれない、うん、キュン、うん、いや、キュンかなキュンではない、うん、でもキュンではないか、入れようってなる。そうかそうか、入れようってなりますよね。見た感じはどうですか。ちょっと子供っぽい。なこともない。
でもなんか形がさっきよりあれですね、こうなるんですね、やっぱポケットがよく気づきました、うん、その通り、サイズ実は大きいんですよ。あ、そうなんだ、うん、それかなと思います。色とかはいいけど、シルエットがちょっとぴったり、なんかしっかりしてないかな。シルエットがやっぱりちょっと大きいのは子供っぽいように見えるってこと。子供っぽいとかかな。なんか最近メンズの人でもバーンとこうでかいやつとかあるストリート系みたいなやつですか。 それが個人的にリオちゃんはどうかな。ストリート似合う人がいるし、うん、好きなのは全然いいんですけど、うん、私はなんか綺麗めな方が好きかもしれない、うん、ほなもうちょっと幅がない方がいいかな。すっきりしてる方が、まあ、今回紹介するのは一番実はこれが太くて。あ、そうなんですね。なるほど、了解です。ちょっと形的にはもうちょっと細くてもいいかなと、うん、了解しました。丈とかどうですか。結構女の人で丈感が短いの嫌がる人多いから。そうなんですか。キモいっていうか。でも足綺麗じゃないですか。だから大丈夫ですよ。ありがとうございます。頑張っていただいて、うん、足じゃ綺麗汚いって何ですか。すね毛。いや、すね毛あってもよくて、足が長いから。 ありがとうございます。足長いのは、まあ、持って生まれた おかんのおかげなんですけども。そうですね、遺伝子のおかげ。プラスあの筋トレもちょっとさせていただいてるのがあるかもしれないですね。筋肉のひらめき。そんな興味なさやから次いきます。じゃあ次はね、柄ちょっといきたいなと思って、はい、実はこれ今年出た新作なんですよ。すごい。で新作の柄なんで一回履きたいなと思います、はい、こんな感じです。あ、すごい。でも似合ってますね。柄ですかね、これ、うん、かわいい。あ、結構好きな感じの柄。いや、多分単体で見たら、あ、派手だってなるんですけど、うんうん、なんか拓三さん着たら似合ってるなと思いました、うん、まあ多分白 T とのこのバランス的にもやっぱ見えてる面積そんなでかないから、白の方がやっぱ大きいから、うん、そうですね。逆にさっきリオちゃん見てくれてたみたいに、うん、ちょっと脱ぎたてほやほやのこのショーツがあるんですけど、はい、こっちとかの方が見てる感じかっこいいんやけど、着用するとどっちもシンプルやから味気ない、うん、そうです、ちょっと地味な感じ。そしたらこういう時はアクセサリーとかつけた方がいいかな。そうですね、サングラスとか、うんうんうん、じゃあこれは結構、リホちゃん的にはあり。うん、別に、うん、全然一緒歩けます、一緒に。あ、歩けるということで。ありがとうございます。上からみたいで。いやいやいや、それは歩きたい人いっぱいおるから。いやいや、そんな人歩きたいですよね、皆さんね。ありがとうございます。じゃあこれは結構まあ合格点かなと、うん、合格点です。ありがとうございます、はい。でね、もう一個気になるのが、うん、このバイカラーっていうかな、この前で後この左右が違うの、うん、ってどうなんかっていうのを正直聞きたくて、うん、男子的には結構これ人気ないやつやって。ああ、そうなんですね。で女子から見てどうなんかちょっと見てもらいたいなと思うので、はい、ちょっと着替えます。掃除しました。はい、次はこんな感じです。このバイカラーですね、うん、前で見たら違います。ネイビーと赤っぽい感じかな、うん、なんか全然おかしくないですよ。全然私はいいと思います。うん、まあ、白 T やからいいんかな。確かにそうですね、軽くなんかなんか結構くすんでる色じゃないですか、下。ああ、なるほどなるほど。オレンジっぽい。確かにここまでオレンジではないかも。赤っぽいオレンジ、うんうんうん、でも多分私の赤と比べたらまた違う。あ、うまいね。ね、確かにくすんでる生地感もあるけど、くすみがあるのかな。あるから、こっちもそうじゃないですか、うんうんうん、ネイビーっていうよりかは青と、うんうんうん、なんかのちょっとくすんでる。確かに、まあ、デニムまでいかんけども、ちょっと黄色っぽいというか、うんうんうん、確かにこの黄色っぽいって喋って、うんうんってうなずいてるの女子だけやから。あ、そうなんですか。男に青が黄色っぽい寄ってますね、赤に寄ってますねって言っても全然分からなくて。あ、でも男性の方がなんか色彩感覚、うんうん、分かりづらいっていうのをよく聞きますね、うんうんうん、なるほど。なこれはじゃあ、まあ、今回くすんでるのが得意な人は似合うかなって、うん、でね、次行きたいのが僕個人的に好きなのをちょっと言ってもいいですか。はい、好きなのはこれなんですよ。だと思ったやっぱり行きたいなと思います、はい、あ、でもやっぱ似合いますね。これはこれでも OK。 うん、 OK です。これやったらじゃあどこにデート行ったらよろしいですか、リホちゃんやったら。でもこれってみんな海パンじゃないですか。あ、海パンでもあるし街用でもある、一応。あ、兼用みたいな。そうそうそう、ちょっと海行くってなったりしたらこんな感じにしちゃって、うんうんうん、サングラスいい感じやったらね、物足りなさもあれやけど、やっぱムシムシやとちょっと物足りんかなっていうのもあったりするかもしれない。でも街中は派手すぎる。派手かな。ピクニックとかなら行けそう。うん、公園、緑の多い公園とかだったらいけそうだと思います。代々木公園ちょっと散歩しようやろ、うんうん、あ、そう、代々木公園でこの人はいないかも派手かもしれない。そっか、じゃあ海沿いとか。そうですね、はいはい、全然それだったらいい。じゃあ、まあこれはこれでありやけど、まあ、アウトドア行ったりとかピクニック行ったりとかするような感じの時はいい、うん、あ、アウトドアな感じだったらいいと思います、うん、了解です、うん、じゃあ普段は何ていうの、
ちょっと綺麗めな格好してるけど休日にこんな感じで来たらあそんなも似合うんやみたいな、うんうん、それは確かにギャップって感じ、ギャップっていう感じですよね。わかりました。で次にね気になるのが、はい、僕好きなんですけど、ヒョウ柄、うん、なんか微妙な反応してる。これは大阪人の人ね多分好きやと思うんですけど、うんっていう反応したけど、これだけは見たくなかったっていう表情をしましたけど、一回これね履きたいなと思います、はい、こんな感じです、うんうん、でもやっぱり派手、拓造さんには似合うと思いますよ。 ありがとうございます。髪の色とかもそうだし、あそっか確かにこの色味的に近いっちゃ近いんか、金髪とか黒とかがあるから、パーソナルカラーとかにも合うんじゃないですか。あ秋とか、うん、確かにこれは秋か春の人じゃないとちょっときついかなっていう。私が男だったら履かない。じゃあねリホちゃんが男の場合もいいんやけど、リホちゃんが男とデートした時を見てほしい。うん、別に嫌じゃないんですけど、ちょっとオラついてる、うん、ちょっといかついな、あちょっと怖い、うん、ちょっとやめてって感じ。そう言われてやめますよ。やめときます、ね、了解しました。僕個人的に思ってるのがショーツってやっぱ 上がシンプルやったら意外といけるんやなと思ってるんですけど、うん、確かにそんなこともありますかね。まあそうだと思います、うんうん、上がすごいジャラジャラじゃなければ。でまあ、顔から離れてるから意外と柄もいけやすいんかなと、うん、確かにそうですね、うん、了解しました。じゃあこれの全く同じモデルの黒履きます、うんうん、はい、こんな感じです。あ、まあ、全く一緒、うん、ブランドも一緒やしサイズも一緒、うん、ああ無難だな、うん、無難だな。黒は何でもいけますもんね。まあ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 、うん、可もなく不可もなく、うん、なんかまあ街に行けるし、ヒョウ柄と比べたらそりゃ使い勝手いい、はい、そんな感じはします。でも拓造さんは確かあっちの方が似合ってる気がします。確かに僕多分ね無地より柄が似合うかもしれないですね。あなるほど、了解です。ちなみに今紹介し入ってた中で一番良かったなっていうのは、拓造さんに合ってたなでいいですか、うんうんうん、だったらとあのメンズが履いてほしいなってやつ、うん、僕のやっぱ聞かせてほしいから。そうですね、あの蛍光オレンジも可愛かったし、これねそうなんか多分私だったら多分あのベージュのやつ、ね、うん、これが一番、うん、これそう、それが一番なんか多分なんかこういい感じ、なんかこれ履いてひげ生やしてパーマとかってかっこよさせるよね。あ確かにかっこいいですね、でこれらしいですわ、そしたらやっぱり、うん、あと柄も柄あの、うんうんうん、鳥この3つくらいかな、はい、これ実はこの柄今年出たばっかりやから多分このリホちゃんの話聞いて買いに行く人多分いてると思います。あ買ってください。全然俺らこれどこがしてますブランド、わかんないです、わからないです。むちゃくちゃすぎるとかパタゴニアね、あパタゴニア、うん、パタゴニアのやつね、はい、まあでもあのいいですよねこの柄ね、うん、かわいいです。了解です。じゃあリホちゃん的には今のところこの3つですねがいい感じだと、もう独断と偏見なの、うんうんうん、いやいやいやなんか綺麗に全部パタゴニアになってる。確かに違うブランドも結構入ったんやけど、でもバディーショーツは強いね。次じゃあノースフェイスいきたいなと思います、はい、ノースフェイスがこれちょっと色味はあれなんですけど、うん、これ履きたいなと思います。はい承知しました。はいこんな感じです。うん、あでもノースフェイスって感じですね。うんうんうん、なんか今までのやつって一番すっきりしてんのかな。あそうなんや、今までの中よりは一番いい、いや2番目が今の3つの中3つの下ぐらい、うんうん、あやっぱバギーズショーツが一番いいのはいいやん、うん、で次バーサタイル、うん、実は結構そのバギーズショーツ先のパタゴニアのやつ嫌いな女性多くて、えそうなんですか、丈短いのが嫌っていう、あでこれもそうでちょっと丈短いからちょっと短いそれが嫌っていう人もいる。なるほど、そんなあんま気にはならない、なんないかもしれない、人によるのかもしれないけど、この履いて来てらっしゃる方、あ、うん、これ、ね、どこがじゃあギリ合うとか教えてください。もうこれからは完全にセクハラモード入るんですけど、はい、今ここじゃないですか、はい、で次ここ、うんうん、はい、ちょっと肝なってる、まだいける、まだ大丈夫、これまた1センチぐらい短くなる、これは短いってことはこれまでいったらキモい、あでもギリセーフ、このぐらいでも せめてそれ、これはそれはダメ、これキモい、キモくはキモいとかは言えないけど、それはちょっと嫌かもしれない、一緒に歩きたくない、うん、らしいです。だから、まあ、バーサタイルショーツも結構短いっていう人いてるんやけど、リホちゃん的には全然、まあ、これぐらいだったらいけるんちゃうっていう、うん、これよりもあとちょっと短くなってくるときついかなって感じですね。じゃあもうパンパン履いていきます。はい次新しいブランドいきます。はい了解です。こんな感じ、あなんかちょっとグラミチに似てる、これタグついてる、そうなんですよ、グラミチにちょっと似てるような感じ で、うん、でもいいこのブランド知ってますか、なんかですね、うん、はい知ってます、あさすがやな、これナンガです、うん、あでもいいですねこれは、
これでいい感じ。うん、こっちも、うん、素敵です。じゃあ次行きます。あー、LLP か。あ、知ってるんや、やっぱり有名ですからね。うんうんうん、ネイビーですかね、これ黒じゃなくて。チャコールなんかな、グレー。チャコールなんですか、うん、あ、でも、うん、シンプルでいいと思います、うん、これもなんかさっきのパタゴニアのやつに結構似てて、うん、だけど色味がちょっといいかなって感じですか。そうですね、はい、シンプルなんで。これは街とか、さっきのもそうですけど、海じゃなくて街中はあるアスケート、夏でも、うん、海はもうちょっと派手な方がいい。うん、かわいい、映えると思います。じゃあ次いきます、はい、こんな感じです。綺麗な水色、確かに、うん、夏っぽい感じですね。そうですね、涼しい。水色自体は好きなんですけど、なんとなくちょっと、うん、拓造さんには馴染んでない気がする。さすが、多分あのブルーベースじゃないから似合わへんのやと思います。あ、なるほど。肌色に合ってないというか。おー、だけどまあ男の人が履いてても、うん、ブルーベースが似合うんやったらいけるって感じですか。うん、色自体は綺麗だから、うん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 、なんかその想像がちょっと今追いつけなくて、色白い人が来たらって感じですか。そうか、白いっていうのは、まあ、ブルーベースでも濃い黒い人はいてるんですけど。そうですよね。なんかカメラマンのね、僕のカメラマンのふーちゃんって子がブルーベなんですけど、はい、うん、どっちかってこう日焼けしてる感じなんですよ。ああ、そうなんですか。そういう、まあ、日焼けしてたらいけそうですもんね、こんな感じですね、うんうんうん、形も問題ない。うん、問題ないです。短いけど大丈夫、うん、うんうんうん、うん、これバギーズショーですね、うん、了解です。で、あと2ついきます。はい、この辺です。うんうん、ああ、なんかちょっと長いかな、今までで一番。嫌じゃないけど、うん、なんか今までの中で別一番なんか地味というか、うんうんうん、うん、なんか私はそんなに好きじゃないかもです。なるほど。これね、ちょっとスポーツテイストなんですよ。うーん、なんか私服っぽくないかも。あー、でもなんか言われてみたら、これアークテリクスのやつなんですけど。アークテリクス好きだけど、そうか、これだとちょっとそんなに好きじゃないかも、うんうん。アークテリクスって多分色がもともとくすんでる色多くて、うん、あんま派手な色がないから夏にあんま向いてないんかもしれないっていう。確かに、なんかのシャカシャカジャンパーみたいなの、うんうん、そうですよね。そうです、そんな感じです。じゃあ、リホちゃんが今回見た中で、まあ、一番いいんちゃうっていうのを最後僕履きたいなと思います。それではね、最後結果発表したいなと思います。リホちゃんが選ぶ、派手部門っていうのはですね、第1位こちらじゃじゃん、ズドン。これが一番良かったということで、まあ、理由は簡単にでもお願いできます、うん、夏に着ることを想定したら、うんうん、まあ、派手でも全然いいなって思ってて、白い T シャツとこのカラフルな感じ、うん、まあ、拓造さんにはすごい似合ってるなって思ったので、私は派手部門1位。でもこうやって顔隠しても、これはこれで成立してる、うん、うん、してるけど、うんうんうん、でも拓造さんの顔があってこそ、このはっきりしてるから、顔が負けてないっていうか。でまあ、さっき言ってもらってたけど、ここにこう黒とかも若干入ってるから、うん、例えば黒の T シャツ着てもこれやったらいけるんちゃうかって話もしてたんで、うんうん、確かにそれはそうですよね、うん、だから、派手部門やったらこれ確かに言われたら使いやすいやろうなと思ったんで、黄色も入ってるしオレンジも入ってるから、はい、上結構何でもいけるんちゃうかなっていう感じですね、うん、で次は、シンプル部門でしたっけ。シンプル部門、シンプル部門いきます。最後シンプル部門の、第1位はですね、こちらです。じゃーん、ズドン、ナンガのショーツですね。これは今年から出たばっかりの新作になってます。ちなみに良かったところはどういうところが良かったですか。なんかシルエットも良いですし、色もなんか同じようなのさっきもあったけど、うんうんうん、でもなんかこっちの方が私はなんか良きかな、うんうん、あとベルト、うんうん、まあ、なんかちょっと引き締まる感じがするこれ例えば上が黒でもいけるっちゃいけるかな。あ、全然、ね、これ T シャツやとして、ね、いけますよね、うんうん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、はい、ということでね、リホちゃんに、まあ、これがいい、あれがいいっていろいろ言ってもらったんですけど、あくまで全くブランドとか教えてない状態で言ってますので、はい、リホちゃんの偏見を皆さんに聞いていただきました、はい、でまたね、来週もまた出てもらうつもりで、うん、3週連続で、春のリホ祭りっていうのをやるので来週も出てもらうし、そう、再来週も出てもらうということで、皆さんまた楽しみにしててください、はい、ということでね、本日は女子受けの悪いショーツ、いいショーツはどんなショーツっていうのをやらせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それは苦難の連続だった。日々寄せられる心ない誹謗中傷、それでも前を見続けた、それでも進み続けた。そしてポップアップ5大都市開催、お客様の笑顔を見るために、日本企業を盛り上げるために、そして新たな挑戦、ジャパンメイドやポップアップ2023。